ピカチュピカチュピカチュ。ほら、あれさ、臨床よ、臨床って。コールアンドレスポンス。早くタイトルコールしろよ。なにこれ、なにこれ。そんな歌もしかもよくわかんねえじゃん。嘘いて堅くね、色を合わせた雪は残るほど冷たく痛いてすぎなんて言うね。はい、始まりましたラフザービストリップミニ。今週は海くんと遊ぼです。あの次回予告、あれいつもね、編集の人と、うん、次回予告な何ですかって聞かれた時に、うん、あ、次はこれがある、あれがあると思った時に、あ、もう次ねえやってなって、うん、あ、じゃあ海くんと遊ぼでお願いしますってというわけで今日はゲームを持ってきました。カビゴンのおやすみゆらゆらハンモックです。まあみんなご存知、みんな大好きポケモンのカビゴンと、別にみんな大好きではない、みんな好きです。まあこのカビゴンにこのピカチュウを乗せていくゲームです。で、落としたら負け。そんな難しくない？まあ俺まだやったことないんでちょっとあれなんですけど。君買ったの？これはあの誕生日にいただきました。これいただき物、ありがとうございます。遊ばないで置いとくのもあれなんでね。まあそうだね、すごいメガハウスを作ってるのこれ。有名なフィギュアメーカーですね。だってよくできてるもん。確かにね、そうだね。すげえ、あのたまにね、おもちゃでやっぱ顔とかがあるね、崩れちゃったんですけど、もうちゃんと可愛いピカチュウが一匹一匹表情も違ってね、可愛いこれ。じゃあ早速勝負です。はい、先行後攻は最初枠じゃんけんぽい。先行、はい、このカビゴンにしか乗っけちゃいけない。ハンモックはダメなの？あ、ハンモックもいいんじゃないかな。これ結構さ、さ、無理ない？もうすでに、うん、嘘だろ？嘘だろ？マジ？ちょっと3本勝負にしよう、これ3本勝負にしよう。これ無理だ、これは3本勝負にしよう。じゃあ1枚、ね、今って1枚もらってねえよ。じゃあ俺先行ね。そうね、2回戦です。むずそんなことある？今みたいな。いや、マジだ、普通に置いたら落ちたからね。よし、あ、いやこれちょっと待って、ちょっと待って、これさ負けじゃん、もう。え、いやの4つ、あ、3つ、こっちも3つ。いや、なんかね、うん、あ、ほら、めっちゃ乗ってるよ。難易レベルがあって、うん、こことかに乗っけるレベル1みたいなのもあったんだけど、うん、おは乗っけたらね、別にそうだね、なんてことないでしょ。ちょっと、ね、でも1対1です。まあ今1対1ですね。1対1です。どれくらいでいいんですか、これ。うん、じゃあ、この時点でね、2匹目がな2匹目がダメだこれ待ってこれ、ちょっと問い合わせしようぜ審議、審議。2個以上乗らないじゃん。説明書説明書中に入ってる。悲しみが来るよ、君は今日その勝利。あ、もうこう、あ、ここ、ここはでもいいんだ。ここ、あ、それレベル2らしい。レベル2ね。レベル3、レベル3むずすぎる。これあれだろ、じゃんけんが勝ちを。そうだよね。うん、2人でやるもんじゃないんじゃないと、もしかして。2人以上で逆にどうやるのか。あ、じゃあ分かった、はい、あのルールを勝手に変えましょう。どうする？レベル2で、うん、この赤いところと彼のここの間だったらどこでも OK で、うん、
あの交互じゃなくて一、うん、人でやる。あで何匹乗せたのが数が多い方。あそれにしようか、うん、そうしましょう。の方が多分まだそうですね。じゃあ先に行きますよ。はい。いやすげえな、対象年齢6歳ってこと。6歳これできます。これ天才だぜ。思うぜこれ6歳これで。ちょっと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 さらってもいい。今ごまかそうとさ、ね、でもさこの時点でさ、うん、いやめっちゃむずいわ。いや無理だろ。いや無理だろ。いや無理があるだろう。一個目で失敗したな。ここじゃなかった気がするんだ。これめっちゃむずいぞ。え？どっちも2個乗っけられてねえからな。2個乗っけられてないね。引き分けです。というわけで今週は引き分けで終わりました。マジ？もう1個なんかやろうぜ。じゃあもう1本やりたいと思います。はい。ドレミの歌ゲームをやりたいと思います。はい。ルールがドレミの歌知ってるでしょ、うん、ドーはドーナツのドー、うん、で例えばドーはドー、あちゃんとピッチ合わせてね、うん、ドーはドーナツのドーって歌うでしょ、うん、でそしたらドレミの どれかの例えばファーって言ったら、うん、ファーはファイトのファーって歌わなきゃいけない。いきなりだから飛ぶわけ。あ、次のを指示するとか、ね、そう指示、そうそうそう、うん、でいきなりだから C とか言ったら、うん、ピッチ狂うじゃん絶対。それを狂わずに歌う。ドがドーナツ、レがレモン、ミがみんな、ファがファイト、ソは青い空、ラがラッパ、ほら、シーが幸せだよね、多分ね。はい、OK、ドはドーナツだよ。ああ、最後のドはない。なんで知らねえんだろう。え？歌ったことあんまなくないでも。みんな知ってるでしょ。カラオケ。これ自信ないな、俺は自信ないな、これは。海くんからいいよやって。ドレミの歌ゲームやります。ドーはドーナツのドー、ソソーは青い空じゃよしだしだよ。お前これむずすぎるぞ。え、なにこれ、なにこんなむずいの。うん、ちょっと多分これはむず、君はなんかなんでこんなに難易度が高いゲームばかり持ってくるんだね。ファーはファイト、あれは全然ならそう、そう青い空か。落ち着けばできるんだよな。ちょっと俺から行こう、うん、ドーはドーナツのドーファ、ファーはファイト、レバレモンのやつ。わかんないわかんない。意外と楽しい。ドーはドーナツのドー、レ、レはレモンのレー、パ、パ、ん？パは、ん？に、ん？ドーレ、ファーはファイトのファー。あそこか。合ってんのか、別にメロディーは変わんねえのか。難しいな。結局また勝敗ついてみて大丈夫か。次週。お疲れ様です。さよなら。